どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今日は皆さん、ガズからの挑戦状ということで、動画をアップロードしたいと思います。今日の動画はですね、やっぱちょっと中級者、初心者脱した方から中級者以上の方がちょっと対象になっておりますので、初心者の方はちょっとね、あれってなっちゃうかもしれないんですけどね。まあまあ、今日はそういう動画になっております。この動画初めて見た方、ウクレレすぐ簡単にできるからね、概要欄にガズレレで始めるウクレレの始め方、リンクは URL 貼っとくんで、そこで始めてみてください。ということで、中級者以上の方はここからちょっとね、聞いていてほしいんですけど、どんなことかというと、ガズレレでは、ガズレレ大学というですね、YouTube メンバーシッププログラム、毎月590円で、毎週2回のライブ配信による濃厚講義、ライブ配信による講義があってですね、そこでね、最近話題になってるですね、あれなんでできないんだろうっていうような、すごいね、いい感じのフレーズがあるんですよ。そのね、フレーズの長さ、たった2秒とか3秒とか、ほんとたったこれだけなんですけど、案外これみんなできないっていうふうに、ざわついた、リズムっていうかビートがありまして、で、ガズさんはですね、これは、まあもちろんガズさんなんてできるんですけど、あ、これみんな難しいんだなってことを発見したわけです。で、ここでガズレレ大学で取り組んだ、課題曲はですね、この曲だったんですよ。カモメが飛んだ日。こちらの曲を、毎週2回でライブ配信するガズレレ大学で深掘りしてた時に、このパターンのね、リズムがいっぱい出てくるわけ。ちょっとじゃあ、もう早速やっていきますよ。このフレーズできますか？今日はね、2つあるんですけど、全くリズム的には同じです。まずその1。ちょっとこのテロップ見てください。C、ワンブロック C で次 E7 で、E7 は止まるだけです。C のところだけが、つまり問題になるんですけど、これテロップ見てもらうと、タツタツタダッ、こんな感じですね。ちょっと弾いてみますよ。 C から E7 で止まる。 1,2,3,4 これです。なんか難しいことありましたって感じじゃないですか。もう一回いきますよ、ゆっくり。 1,2,3,4 どうですか。もう一回、せーの。この中に実はですね、たったこれ1秒とか2秒じゃない、このフレーズ。この中にね、めちゃくちゃね、いっぱい詰まってるんですよ。まずちょっと分析したいんですけど、まず C ですよね、コードを押さえてます。で、言っていきますよ。普通の8ビートです、最初は。あ、じゃあ違う。普通の8ビート聞こえるけど、実はそうじゃないんですよ。よく見ていてください。だー、ちゃ。ここはいいですよね。普通のちゃです。8ビートのちゃのちゃ。これね、せーの、最初から。だー、ちゃ、だー、か。はい、わかった。このカがカッティングなんです。わかる？アップでカッティングするわけですよ。もう一回最初から、せーの。ダーチャッダーカダー E7 です。やってみてください。これがですね、ガズレレ大学の生徒さん結構ね、あれれできそうでできないってなったんですよ。もう一回ゆっくりね、ガズの手をよく見てくださいね。アップでカッティングですからね。せーの。ダーチャッダーカダーはい。このテロップにある、カっていうところがカッティングです。カ、カ。もう一回口と口で一緒に。せーの。ダー、チャ、ダー、カ、ダー、E7。はい。で、このカの音が、なんか、こんなに切れよく出ないでしょ、みんな。ね。この、チャの音と、カの音が同じ音が望ましいんですよ。ガズさんすごくないですか？もう一回いきますよ。同じ感じ。ダーチャッダーカダーダ。はい。このアップで。これかなりこの瞬発力ありますけど。まあ、それはレベルが高いとして、ひとまずこれ一瞬だけカッティング入れるってやつですよね。まずこれにトライしてみてください。これはですね、ちょっとできたかできなかったか、ちょっとコメント欄に書いてもらいたいなとか思うんですけど。これ僕もびっくりしたんですけど、結構みんな、あれ？あれ？なんでできないんだろうって感じになるっぽいですよ。えへへ。こういうことでですね、このたった2秒のフレーズの中にですね、こんな面白い要素が詰まっているとはちょっと思いもしなかったということでございますけど。あとね、同じこのリズムの取り方で、もう一個のコード進行、違うコード進行があるんです。次はこれです。E7 サス4から E7 で止まる。これ同じリズムですからね。いきますよ。1、2、3、4。ね、せーの。
はい。今度は E7 サスポーって分かりますよね。こことこことここを押さえてね。E7 ってこうでしょ。 E7 サスポーっていうのはここですからね。こことここを行ったり来たりするだけなんですけど、つまりこの E7 サスポーを弾いてるときに、ダーチャッター、ここで浮かせてカッティングしてるわけですよね。E7 サスポーってこうやって、まあ押さえてるわけですけど、これね、これをこう角度をこうプッとこう浮かせて、浮かせて、なおさらこの中指を下の弦に当ててるわけです。こうやって押さえてるところをふっと浮かせて、中指は下の2弦に腹を当ててるわけです。ほら。これできる？ E7 サスポーを押さえといて、浮かせて止める。はい。この時に、でカチャってやるんですよ。これがまた、なかなかでございます。E7 サスポーから E7。もう一回ゆっくりやりましょう。ワン、ツー、サン、シー。いかがですか？せーの。たったこれだけなんですけどね。ほんと1秒とか2秒ですかね、このフレーズ。はい。これちょっと皆さん、できたかな？まずだから、C から E7 のフレーズを、じゃあ1のパターンとしましょう。1のコード進行だね。で、E7 サスポーから E7 を2のコード進行のパターンというふうに、まあ、しておきますね。じゃあそれでちょっとね、繰り返してなんか練習してみたりしようかな。行きましょうか。まず1のパターン、2のパターン、1のパターン、2のパターン、繰り返していきましょう。ワン、ツー、サン、はい。キレよくいきたいですね。はい。どうですか？はい。1のパターン、2のパターン、切れ味鋭く、こう、カス。このアップの一回こっきりのカッティングの、この難しさでございます。で、カッティングはですね、ガズさんもたまに解説してる、昨日やった、アイさんのこの、ハピネス。でも、この、ラー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 の時にお知らせしますけど、カッティングってですね、こっちでカットした方が音が切れ味がいいんですよね。ちょっと C でやってみると、今のフレーズをね。なんかボソボソいう感じがするんですよ。こっちでやってみると、こっちの方がいいじゃないですか。だけど E7 サスポーみたいに一瞬の時はもうこっちまで行けないからね。C の時はね、かろうじてこっちちょっと行きやすいかもしれない。ね。一瞬カッてこれ行く。これも切れ味を鋭くする技です。ね。でも E7 サスポーはちょっとね、ちょっと忙しくなっちゃうんだよね。3つ押さえてるから。こっち左手のコードね。だから E7 サスポーの時はさっき言ったみたいに倒して、カッティングする。ね、これ2弦が開放弦だからね。これ中指を倒して2弦にやってる。この練習ですね。これ練習してみるといいと思いますよ。E7 サスポーを押さえといて。音がパッと止まるかどうか。で、その時に、これがさっきの、パターン2の時のカッティングですかね。この小技。いやー、たった2秒のこのフレーズなんですけどね。リズムとしては1も2も一緒ですけど、コードが違うだけでまたちょっと、だいぶ世の中が変わって見えるというか、ちょっと違うコードでやってみるか。じゃあ、F から、F でやってみるか。あ、これは簡単だね。今、F から G7 です。次はじゃあ、Am から G7。これも簡単ですね。やっぱり E7 とかそっちの方の難しいコードでこのアップのカッティングっていうのは難しくなるんだなということがよくわかりました。ということで今日はガズさんからの挑戦状ということで、いつもね曲のレッスンですけど、たまにねこういうワンフレーズっていうかフレーズとも言えないでしょ、これコード2ブロックの本当に1秒2秒のたったこれだけのフレーズなんですけど、やっぱこういうところにですね面白みというか結構なんかドラマが詰まっているなということで、いや僕もだからガズさんもそのガズレレ大学でその講義をやってる
るときに、みんながあれあれなんかできないできないっていうふうにチャットでなんかわらわらなりだしてですね、え、これって あここがみんなここが難しいんだっつってことで発見してね、もう面白いんですね、そういうのってね。なんか多分ここまでフォーカスしなかったら、はいはいって言って流しちゃうフレーズじゃないですか。多分ガズさんここまで深掘りしなかったら、みんなじゃんじゃたんだだんじゃ、多分ねアップの茶を入れてなかったようなところもあるんじゃないかなと。これでちょっとね深く入っていくと、リズムの奥深さというか、うん、こんなところにすげえのが詰まってたみたいな、うん、体験していただけるんじゃないかと思って今日ご紹介しております。挑戦状っていうか大げさですけどね、でもいいリズム練習にはなると思いますよ。カッティングと8ビートのミックスされたこの絶妙なこのタイミング、右手と左手がぴったりこう一致してないとこのフレーズは弾けないということで、ぜひトライしてみてください皆さん。はい。で、ガズレレ大学、生徒募集中です。ガズレレ、YouTube メンバーシップですから、これで、このガズレレ YouTube はパソコンで見てもらってる人は、下にメンバーになるというボタンがあるというふうに思うんですけど、そこをクリックしてもらうと入れたりする。一応、概要欄にもね、ガズレレ大学のね、ご案内貼っときますけどね、よろしくお願いします。はい。そして、12月24日、もういよいよクリスマスがもうあとちょっと近づいてますけど、ガズレレではね、YouTube で誰でも参加できる、クリスマスパーリーを開催します。12月24日、14時から、みんなウクレレ持って集まってください。パソコン、スマホ、タブレットの前に集まっていろんなクリスマスの曲をセッションしていきましょう。楽しみでございます。よろしくお願いします。そして本がね出ますよ。もうご案内しますけどね、もうはい、青い本、これハンディ版ソングブック、ハンディ版ボリューム1、ソングブックハンディ版ボリューム2ということで、こっちはかつて出していたガズレレのソングブック1、2が一冊にまとまってます。こっちはかつて出していた3、4が一冊にまとまっています。サイズも英語サイズということで、すごいちっちゃくなってて持ち運びもいいし、だから旅に連れてったりね、するのもいいし、どっか、職場だとか実家だとか、車の中とか置きっぱなしもいいし、すごく開きやすい本になってますんでですね、これめちゃくちゃおすすめです。1と2もすでに持ってるという方もですね、持ち運び用にいかがでしょうかということで、これからねガズの本を持ってないよという方、こっちの本を買う方が、それぞれの本を買うよりちょっとお得になってますね、おすすめいたしますということで、まあいろんなことやってます。このガズレレ水引きとかキャップだとかね、 T シャツとかこのストラップとかこのバナナとかでもね販売がありますし、あとアプリがあるんですよね。ガズレレではガズレシピというアプリがあります。ぜひこれダウンロードは無料なんで、皆さんスマホに入れていただいて、中でね楽譜がゲットできますから、すっごいこっちも楽譜たっぷりありますよ。こっちの楽譜はねかっこいいバージョンも記載されてる楽譜でね、アプリになってますから、スマホとかタブレットで見れることになってます。でこれね本にもなってますからね、はい、これ Amazon でもゲットできるようになってます。はい、こんなようにまあいろんなことやってるわけですよ。ぜひこれからもガズレレで楽しく音楽やっていきましょう。今日みたいなフレーズ深掘るのもね、またなんか面白いフレーズがあったら紹介していきたいと思います。それでは皆さんごきげんよう、さようなら、バイバイ。